皆さん、こんにちは。今回の動画は、前回のウインカー交換に続いて、借り物続きですが、今回は、ここの、電球を変えていきたいと思います。今ね、ハロゲンランプが、ついてますが、LED の方に変えていきたいと思います。まあ、僕はあまりね、夜走ることはないんですが、まあ、LED の方が明るいということで、まあ、LED の種類にもよりますが、ハロゲンよりは明るいと思いますので、変えていきたいと思います。最初に、スマホアプリでね、ショートの方、簡易的ですが、ハロゲンの明るさを測ってから、LED 級の方に変えていきたいと思います。今回も最後までご視聴よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではエンジンの方をかけて測っていきたいと思います。今回はルクス表示で測定していきたいと思います。まあ明るさの数字を見るだけなんでそれでもいいかなと思います。快適なねアプリで、測っていきたいと思います。はい、ロービームとハイビーム測っていきたいと思います。平均取っていきたいと思います。それではハロゲンランプの方の明るさ測定できたんで LED の方変えていきたいと思います。まあ交換するのはまあ簡単なんで、ささっとやって終わりたいと思います。それでは電球変えるのにカバーの方を外していきたいと思います。で、外すのはここのカバーを取れば、手が入って交換できるようになります。まあ外すボルト類は、こことこことここにね1個ピンが止まってます。で、この3箇所を外していきたいと思います。さあ行くぞ。こういうピンがね、1個ついてますね。カバーを取ったら、ちょっと見えにくいかもですが、こっちからの方が見えやすいかな。この上と、こことちょっとピンと合わないですけど、この下とね、この2つを外して変えていきたいと思います。まずね手が入りそうなハイビーム側から、外していきたいと思います。ちょっと見えづらいですが、カプラー抜けました。で、ゴムパッキンね。はい、外れました。で、今回ね選んだ LED 級、明るさとかはちょっと、分かんないんですが、これねブラックバードはこのアダプターっていうんですかね、これを使わなければいけないみたいなんで、で他にねなんかスペーサー使ったりしなくてもそのまま直差しでいけるという説明があったんで選んでみました。まあ後でね商品の方まあつけるんでその時また説明したいと思います。硬いなこれ、こんな感じでねこっちはまあ使
使わないといけないんで、ここに新しい LED 機を挿して戻していきたいと思います。今回買ったのは、ブランド名はちょっと後でテロップの方を載せますが、 Amazon でまた買いました。ちょっとね、中身の方、紹介したいと思います。一応ね、説明書日本語で、入ってますね。で、こんな感じでいろいろ使用方法とか取り付け方法の付け方が、載ってますね。はい、まあこんな感じの H7 の LED の電球ですね。2022年新作らしいです。で、まあ、中にねファンが入ってるんですよね。うん、まあ、これ効果あるんかは分かんないですが、それでは元の方に戻していきたいと思います。明るかったらいいんですけどね。向きはあるのかな、プラスマイナスあるんなら差し替えないといけないんですけど、ちょっとこれで、はい、向き分かんないですけどとりあえず差しました。これ差してね、ちょっととりあえず点灯させてみたいと思います。ああ、大丈夫ですね。ちなみに逆だとどうやろう。あ、逆でもつきますね。はい。ではヘッドライトの中に戻したいと思います。ちょっとね、カメラに全然映せなくてちょっとあれですけど、こんなはずでは。ゴムパッキン戻したいと思います。ハイビーム側取り付けできました。ちょっと点灯させてみたいと思います。うん、そうやね。うん、はい、ロービームの方も変えていきたいと思います。ほんとね、ちょっとねカメラ置くスペースがなくて、全然手元見えてませんが、申し訳ないです。はい、取れました。こいつがね、メーター裏に隙間がなくて結構外しにくかったですね。はい、結局ね手を中にグッと曲げながら入れたんですが、結局ね見えないんですよね、上側が。でスクリーン外しました、うん、僕が不器用なのかどうなのか、まあ、僕が不器用でちょっとあれですが、うまいことできないだけかもしれないですが、はい、まあ、こんな感じでね、ちょっとねここなんですよね、このゴムがね全然隙間がなく入れるんでちょっと苦労しました。はい、LED の方に交換できました。それではね、点灯テストを兼ねて、照度の方測ってみたいと思います。問題なくね、点灯してますね。それではちょっとだけ測ってみたいと思います。
649ですね。はい、で平均がちょっと動いてますが、まあ、1830になりますね。ライトキュー LED に交換できました。で交換自体はね簡単だったんですが、ちょっとブラックバード手がなかなか入りづらく苦労しましたが、なんとかできました。で明るさの方もね比較数値的な、感じになりますが、また比較してみたいと思います。夜はあんまりね、ほぼ走らないんですが、またね機会があったら比較にはならないですが、どんな感じで照らされるのか、また、テスト走行もやってみたいと思います。今回の動画は以上で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。